もね、みんな来てるかな、どうかいるかな、おるかな、あ、なんか見えるぞ、なんかとぼとぼ歩いてきている二人が見える。おはようございます。おはようございます。おはようございます。現在朝の6時半ぐらいですか。おはようございます。皆さん元気すぎ、なんか本当だよ、眠いのかい。何今日なんで呼び出されたのこんな時間に。今日なんで聞いてました。え、何にも聞いてないの。とりあえずなんか明日まで予定開けといてくださいみたいなのそんな感じだったよ。今日はねちょっとあのゲーマーズでね行きたいところがあるんですけども。え、ゲーマーズ、そうゲーマーズで、え、距離足んなくない、足りないっすよね、見当たらない、一人見当たらないですか。あ、まあまあまあちょっとね、あのもう一人はちょっと置いときまして、置いとくの、ちょっと置いときまして早速ちょっとバス用意してますので。バス、はい、乗っていきましょう、レッツゴー。なんでコロネ、コロヤンキー、嘘でしょ、どうしたの。おはよう、おはよう、すごいちっちゃくなっちゃってるけど、こんな姿になっちゃった、ちょっとね、このコロネを今日は連れて行きます。よろしくね。ちょっと苦しそうまであるけどね。ごめんだコロネ。今日はこんな朝やから集まってどこに行くと思いますか。本当にさ、分かんないからさ、どこでしょう。ふぶきちゃんの実家。なんてやねん、行きたいな。違います、違います、違う、違うの。今日はですね、うん、まあね、日頃色いっぱいに遊んでもらって、みんなもお仕事大変な中なのでゆっくりしてもらおうということで、今回は草津に行きます。草津、草津といえば、え、温泉、はあ、すごくない、台本ないのにめっちゃ被ってるよ。ハモりまくってる。すごいプロじゃない、ハモりぐらい、ハモらなかった今、ね、なんか今後行きたい温泉どこがいいみたいな話をね実はしたことがありまして。したっけ、そんなことを。したよ、したよ、したんだよ、白髪覚えてないよ。それで、まあ、行ったことないから草津温泉行きたいなみたいな話をね白髪から確かしたんだよね、うん、で、なんか草津もいいねみたいな話で、うん、なるほど、 そうなので、まあ、今回ねこれを機に草津温泉に行こうじゃないかということで。あ、まあ、じゃあ、はい、ふぶきが行きたいからってこと。そうです。そういうことか。そうです、そうだよな、はい、コロネも一緒なのでね、こんな姿になっちゃって、こんな姿になっちゃったけど、なっちゃったからにもね。コロネの心の声、おかいな。あ、どうだこれ、ね、一緒に、一緒に、うんうん、嬉しい。そんなんだったっけ。嬉しい、コロネも草津好き。コロさんも喜んでるよ。喜んでるか、喜んでるか、おかゆが言うならまあせやか。喜んでる、喜んでる、はい、ふぶきちゃんにこう引っ張ってて、もうこっち、こっち、坂です。うわー、激坂だ、坂だ、やばい、登ってくぞ。タンポポ、タンポポ、やばい、タンポポ、現実逃避し始めてる。頑張ろうみんな。おー、着いた。頑張って登ってきたね。激坂を登りましたけども大丈夫ですか二人とも。もう息も絶え絶えですよね。ミオちゃん、ミオちゃん、こちらですね。座って冷たい飲み物、こちらで飲みたい。温泉に入りに行きましょう。はい、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 行きます。じゃあ温泉レッツゴー。おー、いや、熱々だったね。熱々だった。気持ちよかった、気持ちよかった、満足ですね。もう帰るだけかな、もう帰るだけ、帰るだけかな、まだコーネとも合流してないんですよ。あ、そういえばそうだった、忘れた。ぬいぐるみなんかね、布のタイプコーネがいたからね。用意で走ってきてくれてるんだから。マジかよ。あ、皆さん、これキッチンがあるということは、え、今日の晩
はみんなでご飯を作ります。主にみおちゃんしか料理できないんじゃないの。いやいやいや、そんなことないだろう。今日みんなでカレーを作っちゃおうかなと。すごい、カレーを。みおちゃん頑張って。普通のカレーじゃあれなのでね、ちょっとゲマズらしいカレーを。ちょっとゲマズらしいカレー、カレーは危険だぞ。誰にも内緒でみんな一人ずつ入れたいものを買って、あ、なるほど、入れてみようということで。闇カレーってこと。そう、闇カレーですね。闇カレー、ふぶきちゃんのことだから辛いの入れんじゃないの。いや、みんなにね、食べられないものはちょっとまずいのでね、ちゃんとね、美味しくなりそうなものを、ね、そうそうそう、美味しくなりそうなものを、はい、やろうと思いますので。持ってる電話。あ、もしもし、もし、あ、モーネさん、モーネ、もし、もし、今ど楽しんでる楽しんでるじゃないよ。今どこにいるの。今さっき仕事終わって、うん、これで今迷いながら仕事が着きそう。やばい、やっぱ走ってきたのかもしれない。やっぱ走ってきたか。ゆっくり来た。ゆっくり来た。ゆっくり来た。あ、あ、あ、なんか来たよ。来たよ。いいよ、入ってきて。あ、あ、コーネもしかして。あー、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 やったー。お肉を切ります。あ、お肉切ります。切ります。お野菜切ってくれ。はい、これちょっと皮むかなきゃいけないね。やばい、難易度高いよ、このさ、ね、大丈夫、皮なんか切ったことないよ。包丁でいける。大丈夫、おかゆが作ったのにね、みんな食べたいから。マジで、どうやってじゃがいもの皮って剥くんだろう。目は取ってね、目は。目ってどれ。目、じゃがいも生まれちゃうからね。コロさん、これ目。そうよ、それも取った方がいいね。いい感じ、豪快、豪快だ。猫バターおかゆの豪快クッキー。豪快なの。豪快じゃない、豪快じゃない。普通、普通、そんな風に思ってた。それが普通、それがマジで普通。豪快だって思ってた。いやいやいや、マジで、あの、来た、うまいよ、うまいよ、食ってやる。ごめんだ、3匹になった。ダメだよ、ご飯で遊んじゃう。遊んでないよ。僕の切ったナスです。ナス、ナス見て、コロさん、ここ切れ目入れたんだよ。切れ目入れたのね、えらいね。そう、切れ目職人、おかゆが。おかゆ料理うまいもんね。ありがとう。よいしょ。こっちがあれなんだ。あ、なんか出てきてる、でもお湯すら。チャンネル登録、うん、お願いします。お願いします。